時のおやつを食べましょう。自分が噛んだやつをあげるならいいです。ああ、はいはいはい。私はこれをおにぎりにさせて食べるのが好きです。はい。噛んでますね。はい。はい。どうも、キリン、大西、トラナル、ウビキンです。マイオー。さあ、今回やるゲームなんですけれども、いやそうですね、3時です。3時のおやつを食べましょうという感じなんで、はいはい、今からね、皆さんにはお菓子を食べてもらおうかという感じなんですけれども、はいはい、ただあのお菓子を食べるだけで面白くないので、そうです、今日やるゲームは、ばらけましょう。はい、今からお菓子を並べます。うん、はい、それを並べた後でみんなに1個ずつ選んでフリップで書いてもらいます。はい、でフリップで書いて、かぶった人は食べれない。はい、うん、分け合ったらダメなんです。え、分け合わない、分け合えない、分け合わない、分け合えない。もう自分が噛んだやつをあげるならいいです。あ、なるほどね、はいはい、噛むのは自分、うん、噛んだやつあげるのはいい、うん、まあ、そこはもう絵的にもあり、あり。で、3回戦やりますので、はい、まあ、3種類のね、あの好きな食べ物、飲み物ね、うん、自分で取れるのは誰かという、そういうゲームになっております。なるほど、それやっていきましょう。第1回戦レッツラゴーベビキン。ということで第1回戦はコンビニで売ってるような誰でもゲットできるお菓子です。はい、では1つ目、タケノコの砂糖。うわ、はい、こちらを見てください。自分の好きなやつ持ってきて、あ、もう買ってきて、はい、そして次、タフグミ。あ、硬いよね。そうです、はい、こちら置いて。いや、これはね、トラポテトチップス食べるだけで歯かけてきてるからやめてた方がいいんじゃないかなと思いますけど。もう選ぶのもいらない。はい、いくよ。はい、じゃがりこサラダ。王道ですね、王道ですね、はい、私はこれをおにぎりに刺して食べるのが好きです。はい、囲ってますね。はい、はい、そしてラストはアンパンマンペロペロチョコ。待って、4種類。あ、4種類、こちらの4種類です。はい、これうまいねんな。では1分間のトークタイムを挟んだ後に皆様フリップに書いていただきますので、いいですか。はい、はい、よーい、スタート。まあ式はあれや、まあ俺はあれや。いや、式はタケノコの砂糖好きなんす、うん、まあ知ってんねんけど、うん、俺も今タケノコの砂糖食べたい気分。うん、まあ、じゃあ俺変えようか。じゃあ分け合ってもいいよ、俺が噛んだやつあげる。いや、俺アンパンマンペロペロチョコに今ちょっと今惹かれてる俺がいるから。それは勝負や。いやいやいや、分かる。俺タフグミだね、今日は絶対ないそうですね、マジで嫌。確かに、片揚げポテト食べて歯かけない。片揚げポテトで歯かけた。タフグミでグミに歯持っていかれちゃうもん。いや、別にどれ言っても俺はいいねんけど、うん、どれ言ってもいいんですけどね、うん、俺はあれやと思われてると思う。ニョキニョキしてるものやと思われてると思うけど、俺は違うやつを選んでいこうと思ってる。俺はね、俺はね、あの、それを選んでいこうと思ってるから、うん、硬いやつ。はい、では、もうそろそろ1分ですね。よし、はい、それでは書いてみましょうね。はい、はい、はい、OK です、 OK です、 OK。いきますよ、いっせーのーで、ダン、アンパンマンチョコ、じゃがりこ、じゃがりこ、タフグミ、タフグミ。ショウと俺がお菓子をゲットです。よし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 、あかんやんか。あのね、この後にドリンクが来るって聞いてたので、ちょっと口の中ネチャネチャしてもいいかなっていう。あ、それが食べれる飲めれるは俺俺次第なんですけど。そう、いや、俺タケノコの砂糖食べたかったけど、タケノコの砂糖ずっとあのサイズ食いきれへんねんな俺。いただきます。今じゃね、うん、これうまい。あ、ごめん、あのこっち食べてるゴミやから、ちょっと視界進行任せるわ。それはちなみにどうしてジャガリコを選ばれたんですか。ちなみに、え、あの中で俺が食べれるのじゃがりこしか。お前でもじゃがりこワンチャンかけるかもしれないし。タケノコの砂糖は別に好きじゃない。じゃがりこだって片揚げポテトと一緒やから若干かける可能性もあるやん。そうやな、ないよ、タケノコの砂糖の方がさ、うん、なんかかける可能性なかった。でもあんま好きじゃないか。はい、じゃあもうええか。キノコ派、キノコ派です。あ、そうです、そうです、キノコ派なんです。なるほどね。ということで続いてドリンクに行きましょう。レッツラゴー、ゴーベビキン。はい、じゃあ、ジョーさんはしっかりいただいたということで、うん、残ってるで、はい、全部食えよ。ちゃんと食えよ。何言ってんのお前。お前何、俺全部食ったぞ、全部食え、全部食え、そういうゲーム。そうです、全部食ったけ、全部食ったけ。これさ、一気に全部食ったら口の中どうなんの。うん、硬い
でもこれあの動画が終わるまで全部ちゃんと食べよう。うん、わかった。ちゃんと食べよう。うん、じゃポップコーンみたいな食べ方してる。はい、あのそれでは次飲み物です。やったね。はい、ではまず、うん、シキさんがタフ組を飲み込めるように流し込めるポカリスエット、うん、ええー、やん。甘い午後の紅茶、紅茶とチョコレート合いますね。わー、あんまそぴちゃうな。うん、あ、リラクゼーションドリンク、悪くないな。あ、今ねチルドリンクや。チル、スコ、はい、スコ、うん、最後スコですよ。内脂肪を減らすのを助けるヘルシー。あー、悪くないな。悪くないな。チョコの後って緑茶がいいって言うからね。はい、それでは1分間のトーキングタイムスタートします。はい、スタート。ゴゴティーだけを選ばんよ。うん、俺も絶対もう決めた。いや、でもなんかヘルシアを飲むべきなんかなってのはちょっと俺は思ってる。キャラ的に、キャラ的に、うん、でもヘルシアを飲んでやっぱ内脂肪を減らしていくべきやなっていう感じもするんだけど、うん、まあ違うものを選ぶのもありかなっていう。はい、何が一番人気ないと思う？午後の紅茶ミルク。ポカリスエットのここかな。俺のポカリ好きなんやけど、ちっちゃい時からこのポカリをよく飲んでる人だったんで。あ、はい。あの口にタフグミが過ぎて会話に参加できない人っているんですか？まあまあまあ、それもね、うん、沈黙はグミなりですよ。うん、さあそんなことは聞いたことないけど、沈黙はグミですからね。さあ、はい、そろそろお時間ですということでじゃあ行きましょう。行きましょう。はい、いっしょーのーや、ミルクティー、チルアウト、チルアウト、ヘルシア。あー、もういや、ミルクティーやろう。いや、俺もヘルシアを選ぼうかなと思ってんけど、うん、でもヘルシアをここで選べるような男はこうなってん。まあ、そうや、うん、一番カロリーが高そうなものいくって。わかる？この会話に参加せんでも全然もらっていける感じ。うん、よかった。そういうのちゃんと飲めよ。うん、もちろん。ちゃんと飲めよ。どうせ飲むなら。でも、いい量よ、うん。これ、いい量よ。一本も。そうなんだ。今どこ、うん、まあ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 。ちゃうだよな。うん、欲が、欲を取るのか、うん、ね、食べるの、選ばずらそうなの選ぶのかっていうとこやな。欲を取りたい。うん、まあ、欲を取っていけるならみんなでこれね。うん、はい、では第3問、はい、こちら第3問目は本丸です。おお、ここからお姉さんグッと上がります。はい、はい、では用意していただきましょう。どうぞ。ベビキン。続いてのお菓子なんですけれども、こちらは高級スイーツでございます。どうぞ。さあ、やってまいりましたよ。はい、1回戦私の席が勝ちまして、うん、2回戦、うん、大西兄弟が勝ち取りました。はい、今のところ全部勝ち取ってるのが、はい、まあ、大西弟でございますけれども、はい、まあ、最後これはどんでん返しですよ。うん、上がるですよね。うん、もうこれ取ったらもう勝ちみたいなところありますから、うん、値段が上がっております。うん、説明していきます。まずこちらが、ティラミスパフェ。うわー、いいよな。もうなんか高そうよな、入れ物が。で、これモンブランパフェ。うで、こちらが夏の欲張りデザート、コーヒー。うん、で、一番、下手にあるのが夏の欲張りデザート、抹茶ということでございます。では、トークタイムいきます。トークタイム、スタート。こればっかりは俺、実は食べれるのが2種類しかないっすね。うん、あろう。抹茶、やだ。やろう。モンブラン、やだ。やろう。うん、マジか。抹茶とモンブランやだ。俺、じゃあ今回どうしても欲しい。やだ。どうしても欲しい。どうしても欲しい。ティラミスか。でもじゃあそうなってみるとティラミスの可能性が薄くなったかわけ今。ティラミスかコーヒーの夏の欲張りデザートのどっちか。俺は。それしてもええやつ買ってきたから。何これ、ケインスプーン。ゼリー。何これ。ゼリーっぽい。ゼリーっぽい。うん、ゼリー大好きな人。いや、こういうゼリー食ったことがないからよくわかんないですね。ということはやっぱりこっちの日本には絞られたのか。コーヒーゼリーってことこれ。コーヒーゼリー、相手が多分コーヒーゼリー。抹茶はありやねんけど、ミルクティーとの飲み合わせを考えると他のケーキ置いた方がいいかなって。ちゃんとゲームしてるやん。どうしよう。
どれがいいかな。俺これアンパンマンチョコ置いといてこう刺したらなんか良かったな。全部食うとかいいやつから。え？俺も？え？これちなみに外れたらスタッフさんたちが持って帰る権利があるから。そうそう。僕らに権利がなくなります。俺はどうしても3つとも欲しい。3つとも欲しい。うん。でも欲しいから当てにかかるよ俺は。はい、お時間です。はい。行くぜ。はい、選びました。はい、では出していきますよ。欲しいもん、あんねん、もう。はい。いっせーのーぜ。じゃあ、右から抹茶、抹茶、欲張りコーヒー、モンブラン。あー、超つれー、超つれー。ごめん、抹茶はいらんかなって言ったじゃねえかよ。超つれー。俺のもんだぜ、モンブラン。俺はじゃあ欲張りコーヒー。じゃあ、あなたたちはもうフレームアウトしていただいて、そうだ、今あれ減量中なんですよね。減量中なんですよね。初めて聞いたけど、ボディービルの、ボディービルの大会出ました。では、ラストいただきます。いただきます。な、これね、なんか本当にね、見てもどういうやつかわかんないですけどね、砂糖、小豆、もち米粉、水飴、いちご、赤エンド。いや、原料言うて、わかるやつはもうおらん。コーヒー、でんぷん。では、ぐだぐだうるさい人、横にモンブランいただきます。な、赤エンドって何？うん、白玉。あ、めちゃめちゃモンブラン。うん、そうやろな、ちゃうねん、食ってるからな、ちゃうねん、モンブラン。めちゃめちゃモンブラン、栗って感じ、本当に。まあ、僕甘いのあんま好きじゃないんですけどね。よく食えやろ、お前獲得してんから。もしくは一個も当たってないトラマルにこっそりルール破って案内してあげるから。食べたい。いいな。いいよいいよ。これはね、もっとこっち来な。そうやろ。お前これ何食べたいならあげようかなっていう感じですよね。タフグミ食べたいやつは別にね、そんな見なかったかもしれない。うん、じゃあ全部切ってこれ。ああ、それ食べたい人いなかったね。お、マジやこれ。コーヒーやろ。コーヒー。コーヒー。コーヒージェリーです。うん。初めて食べたかも。はい。この動画が面白いなと思った方は、グッドボタン、高評価、一緒やないかい。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。かっこいい。え？食うよ。ゆっくりな。食うよ。